俊敏性っていうのは生きてますよね。また田中へ、さあ今度は仕掛ける番です、ね、シュート来 た, ー入った。素晴らしいシュート、田中達也決めました。前半の30分、復帰した田中達也の復帰初ゴール。いやー、いいシュートでしたね今のは。この瞬間をベンチもサポーターも待っていました。非常に技術的にも精度の高いフィニッシュまででしたね今のは。くさび役のプレーが多かった時間帯、その中で今度は前を向いて勝負に、はい、それを見事にゴールに結びつけました。